どうも、りょうへいです。くすのきです。はい、どうぞ。お願いします。はい、ということで本日ね、支援大宮球場、今なんて言ったよ、レジデンシャルスタジアム大宮に来て、あの埼玉武蔵ヒートベアーズさんの潜入前なんですけれども、今日ね、まずはくすのきくん一緒に、来てくれています、はい、で、もう一人ね、まあ面白いお方に来ていただいております。その方は、はい、皆さんこんにちは、イワシバリでございます。ブルコーズの味のイワシバリでございます。よろしくお願いします。お願いします。イワシバリさんね、この前あのラガーズの方でお世話になりまして、その時僕初対面だったんです。あ、はい、僕も初対面でした。はい、お願いします。お願いします。モノマネが得意ということで、仕事だよな、モノマネがな。まあそうですね、少なくとも今お金もらってる人たちより上手いと思った。宣戦布告。まあ僕もすごいプロ野球好きですし、まあ、クスノキもね、プロ野球大好きですし、で、まあ僕らといえば去年ですよ、アワちゃんどちらかというとピッチャーでモノマネしてもらって、確かね、1問当てられなかったんですよね。ちょっと今回、岩島さんにモノマネやってもらって、プロ野球好き2人で当てることができるのかっていう、やっていこうかなと思います。ちなみに今、レパートリーの数ちょっと聞きたいんですけど、何種類ぐらいあります？私の中では1000個あります。あれ、1000人いたかな、プロ野球選手って。日米韓でやるので。韓か、さすがに韓はちょっと厳しいので、まあ日米の、いや米でも厳しいけどなっていう。まあもしかしたらね、タティスが出てくるかもしれない、アルトゥーベが出てくるかもしれない、ターナーが出てくるかもしれない。やばいね。ちなみにね、さっきあの吉典さん、今球場入りするところでお会いしたんですけども、その時にね、やったものもね、ちょっと今やってもらいましょう。皆さんちょっと誰だかね、考えてみてください。それではお願いします。いや似てるんだよな。そしてでもね、あんまりレフトに引っ張るイメージもないんだけど、今打球はレフトに飛んできましたね。僕のイメージはいつもセンターと中心とね、こういうイメージも多いから、ね。まあヒントは吉純さんの同僚、元同僚ゴールデングラブも取ったことある。飛ばしだ。ズーン。神宮の人工芝変わる前よ、それ。ゴルフ場と同じ人工芝使ってるんだけど。正解はどうぞ。田中広也選手です。はい。それ言ってさ、吉野さんに何か言ってたよね、一言。渋って言ってたよね。チョイスが渋い。チョイスが渋い。でもね、そういうチョイスが大好きなんで、僕らは、はい、クイズ形式でやりますか。そうですね、うんうん、それではやっていきますか。じゃあ、お願いします。第1問、はい、今の選手誰でしょうか。シンキングタイム。誰？え、俺も分かった。まあ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 、一問目だから優しくしてくれてるのかなっていう。マイアミで活躍しましたね。そっちっすか。え、そっちじゃないの。そっち。そう、いや、まあ去年紫でしょっていう。ああ、そうです、そうです。じゃあ違う、そっち違う。細かいそうそう、で、ほら、細かいモノマネする方には細かいヒントを言わなきゃいけない。岡本選手。俺、牧選手に見えた。あー、いや、でも、まあね、ここは似てるからね。テイクバックのところ。正解は？正解は岡本選手。あー、もう一回やって。はい、ちょっと、バックが田中広志選手になっちゃった。え、でも、さっきよりかは岡本さん。で、最初のここがめっちゃ巻きっぽかった。巻きっぽく、巻きさんっぽく見えた。なるほど。はいはい、両方だけ分かった。これはね、WBC でもね、活躍したんで。じゃあ両辺に当てさせない感じでいこうか。あ、わかりました。じゃあ第2問いきましょう。はい、第2問ちょっと特殊な問題で、入団時から4段階に分けてお願いします。じゃあまず入団当初、左バッター。あ、分かった。もう分かった。その次の。あ、待った、違う。俺が思ってたのと違う。次。あ、は
いは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 い。で、最新とか。俺も3問目で分かった。でも僕1問目はあれかと思いました。僕も違う人をね、思い浮かべて。A さんね。そう、A さん。嘘、俺違かった。最初 A さんかと思った。俺最初 M さんかと思った。最初 A さんかと思った。また同僚シリーズ来たかと思いました。じゃあちょっと良平行きますか。良平。丸さん。丸。正解は？正解は丸義弘選手です。千葉県出身ね。まあこうやって打った後ね、逆にこうやってひねるから。はい。そう、1問目であれかと思います。松井和夫さん。ああ。じゃあちょっと3問目いきましょう。助っ人外国人に分かる。うわー、渋い。で、ちょっと難易度が高いけど、若い人に分かるお願いをしたいと思います。ホワイト線とか出さないでね。そんな渋いとこ出されると。リグスとかホワイト線とか。分かった、俺分かった。多分日ハムと横浜にいたんじゃないかなって思ったんだけど。え、そうだ。違う。スレッチかハーパーかどっちかかなって思って。まあ、メジャーリーガー。いや、LPB も現役っすか。いや、プロから独立いった選手。プロから独立いった多分一緒分かんねえよ。もう一回いいっすか。待って、クリス・カーター。いや違うな。え、陰性は言ってます。近いですか。クリス・カーターってこういう感じ。あ、そうだそうだそうだ。もしかしたら皆さんにとって名前がマイナーかもしれないです。分かんないし。分かんない。分かんない。ジャイアンツ持ってこない。あ、じゃあ分かるっていう。ボーカー。正解です。ボーカー。あ、ボーカーね。もう俺スレッチにしか見えなかった。スレッチは、スレッチ右だし。スレッチは多分ああ好き。で、ハーパーは。ハーパーはああすげえ似てるわ。ブラゼルは。ブラゼルは、あ、ブラゼルはちょっと違う。似てる。俺けどもいや悔しいな。いや、マジ怖すぎる。すげえわ。すごい。でもね、当てたいね。いや、悔しい。ということで、皆さんもね、何問答えられたでしょうか。まあね、アバちゃんのピッチャーモノマネと続いて、今度はね、バッタモノマネの方をやっていただきました。皆さんも真似からいろいろね、自分の野球に生きることとかもあると思います。そうですね、アメプロ野球も、独立リーグも、アレックス野球も全部盛り上がってやっていければなっていうのもありますんでね。すごい汗かいてる。いや、よかったと思って。全然。よろしくお願いします。インスタグラムやってます。はい、概要欄にありますので。一応 YouTube も。おお、そうです。YouTube とかもあります。ベースボールメンタス。いや、コロッケです。あ、コロッケ、ごめんなさい。 YouTube、 野球モノマネ界のコロッケということでやってました。野球モノマネ界のカキフライということで。あの、コロッケなんですけど。概要欄ありますので、皆さんぜひあのカキフライのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。まあ、まだコロッケまでは道のりが長い。めちゃくちゃうまかったけどね。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではアリショー。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアリショー。そう。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.